こんにちは。それではですね、体で覚えるタロットカードをご紹介していきたいと思います。タロットカードね、今からね、学びたい人も多いと思いますが、なかなかね、カードの絵と意味が、ね、合わない、多すぎて覚えられないという方多いと思いますのでね、一緒にね、書いたり、体を動かしたりしながら覚えてみましょう。はい、じゃあ早速始めていきますね。まずですね、こういう紙を用意してます。ノートでもいいです。ちょっとあとボールペンね、あるいはこうマジック用意してもらっていいですか。はい、用意できたでしょうか。そしたらですね、こちらにね、紙の真ん中にこう円を描いてみてもいいですか。はい、まあ、ボールペンでも結構です。こう円を描いてみてください。でこっちの線をね、短い線をちょっとこう描いてもらっていいですか。何本でもいいです。はい、何本でもこう線を描いてみてください。では準備ができましたね。今日はね、タロットカード3番目のね、女教皇というね、カードの意味を一緒にね、覚えていきたいと思います。はい、どんなカードかというとね、こういうカードですね。はい、柱の間にね、女性がいますね。このカードです。はい、女教皇と言いますが、はい、このカード覚え方です。今書いたノートの真ん中に女教皇って書いてみてもらっていいですか。はい、ちょっと文字が多いで円の中入らないですから、ね、先に言えばよかったかな。はい、女教皇って書いてみてください。多分ね、周りはこうやっていくつか線がね、引いてあると思います。はい、こんな曲書きましたかね。で、ここにね、意味を、このカードの意味をね、これから私が言っていくんで、ね、書いてみてもらっていいですか。はい、そうですね。じゃあ、言ってきますね。書いてくださいね。はい、この女教皇というカードの意味ね、身長とか洞察力、判断力、知恵ですね。もう一度いきますね。身長、洞察力、判断力、知恵ですね。こんな感じですね。これ2番目、タロカードの2番目のカードなんですが、身長、洞察力、判断力、知恵なんて意味があります。でここに、ね、逆位置ってあるんですが、逆位置、この逆位置ってどういう意味かと言いますと、カードが逆さになって出る場合があるんですね。占いをしているとカードが逆さになって出る。さっき言ったこのカードありますね。これが占い合わせてこう逆になる場合がある。これ逆の位置。そうなると、このほぼ反対の意味になりますね。落ち着きない。そこが浅い、ね。批判的。っていう意味になりますね。落ち着きない。そこが浅い。批判的。逆になるとこういう意味になります。じゃあ具体的にね、書きましたかね。書いたでしょうか。でこれ書きながらやると覚えてきますね。後でぜひ見直してみてください。で具体的にね、恋愛でこのカードが出たらね、恋愛の相談でね、このカードが出たらなんですが、多分慎重になってる、おそらくね、相談した方が。で、なんかすごい判断とか知恵を使って、すごい考え込んで知恵を使ったり、慎重になってるっていう意味になりますね。で、逆になったら、ちょっとかなり恋愛で落ち着かない感じになってる、ね、批判的になってる、で、そこが浅い考えを持ってしまってるなんて意味がありますね。はい、仕事に関してね、相談が来てこのカードが出たら、その仕事に対してかなり慎重になってる。で、洞察を使ってる。洞察力を使ってる。で、判断力をすごい使って、知恵を使ってる。まあ、すごいいいことですね。仕事に関してね。はい。恋愛に関してもですけどね。はい。で、逆に出てしまった。今の仕事の相談で、このカードが逆に出たら、ちょっと仕事に対して落ち着きがないとか、ちょっと浅い仕事をしてるとか、仕事に対して批判的になってるとか、そういった意味になってしまいますね。はい。まあ、実際にね、そういう、相談が来たらこういう意味になります。そしてですね、この意味ね、こうやって書いてさらに、ね、体を動かすとさらに頭に入ってくるんで、一緒に体を動かしながらちょっと覚えてみましょう。でこのカードを見ながらね、体を動かして声に出していく、自分で声に出していくと頭に入りやすいんでね、ちょっと一緒にやってみますね。はい、でこのカードね、ちょっと見た感じで座ってますよね、椅子に。で座って目を閉じてください。背筋を伸ばします。目閉じながらいいんで、一緒に声出してください。はい、目閉じながら背筋伸ばして、身長、洞察力、判断力、知恵です。逆位置が落ち着きない、そこが浅い、批判的です。もう少し目閉じててください。もう一回言います。身長、洞察力、判断力、知恵、落ち着きない、そこは浅い、批判的、逆
で逆位置です。ゆっくり目を開けてください、はい、ぜひね、目を閉じるときはこの今言ったねこの女教皇の意味を覚えながらこの言葉をね思い出して何回も言ってください。はい、まあ、下の音に書いてこんな風に書いてまとめたりしてるんでね、自分でタロットカードの本を持ってたらその意味をここにこうやって書いたり線引いて書いてやってみてください、はい、で何回も見直すと頭に入りやすいです。ぜひやって体を動かしたり声を出したり自分で書いたり見たり見てして覚えてみてください。以上で終わります。